おお、いいぞ。チンチン小さくない？え、小さくない？と言われてしまったことがあります。マジ？え、それ以来風俗に行くたびに風俗嬢に、俺のチンチン小さいかなと聞いて、そんなことないよ、最悪や、大きいよお前よと甘い言葉をかけてもらい、甘やかされています。甘やかされすぎて、甘やかされすぎて、甘やかされすぎて、だってあとそれ虚しくねえか、お前な、分かってんねやろ自分で、分かってんだろお前、帰り道肩震えてんねやろお前いやっていうかさ、あともうご法度やから、そんな女王の子に自分のサイズ聞くなんて、大きいって言うしかないやん本当だよ、相手はさ、せっかくどうやねんから、お前それはもう今すぐやめろその、うん、でもその彼女トラウマなんやろな、てか結構その彼女もひどいな、ひどい、ちっち小さくではひどいな、ひどい、じゃあ俺のそれは男の、俺の先輩で結構入れ墨が入ってて、うん、めちゃめちゃごついラッパーの先輩いるんですよ、もう結構 B ボーイの感じで、うん、ごつい怖めの先輩いるんですけど、うん、なんかその先輩がそのとある女性とそういう感じになって、まあ、こうもうガンガン聞いたって、うん、ほらって入れたらしいんですよ、入れた、そしたら入れて言われたらしくて瞬間にあー辛い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 、もう生々しい、そのリアルなやつ、リアルなやつ、リアルなやつ、今日もうリアルな、今日リアルな話、リアル禁止、生々しくて悲しくて、もう俺リアルな話